2月15日火曜日の天気をお伝えします。まずは天気図です。日本海に低気圧が発生し近づくため北陸を中心に荒れた天気に注意が必要です。雷を伴って強まる雨や雪にご注意ください。では天気分布で見ていきましょう。8時から見ていきます。西日本や東日本では日差しが届くものの日本海側は変わりやすい天気、特に上空の寒気が強い北陸を中心に短時間で強まる雨や雪、内陸部では積雪が増加する可能性があります。路面状況の変化にお気をつけください。また東海や関東は別の低気圧が発生し午後の時間帯は特にこちらも変わりやすい天気となりそうです。にわか雨雷雨に注意をしてください。続いて気温の予想です。14時の気温予想です。やはり東北や北海道なかなか気温が上がりません。日中も厳しい寒さとなります。西日本や東日本昼間は10度前後でも風が強く吹きますので気温以上に寒く感じられそうです。体調管理は万全にしてお過ごしください。アプリウェザーニュースからも最新気象情報を確認することができます。ぜひご利用ください。